何してるのかな、兄貴。どこ見てるのさ。僕をほったらかしにして一体何してるんだよ。嘘つき。店の女の子とデレデレしてるだけのくせにさ。兄貴なんて大っ嫌い。しようかな。別に僕が何しようと僕の勝手じゃないか。兄貴だって勝手に女の子とイチャイチャしてるくせに。どうしたの？急にお店から出て行っちゃって。そう、よかった。あなただって急に飛び出しちゃったじゃない。大丈夫よ、お店の方はお父さんに任せてあるから。兄貴、帰ろう。ほら、帰るの。僕がまたああいうのに引っかかってもいいの？ほらほら、早く。
こっちに新しいシャワールームがあるわよ。いいの。本当に何してるんだか。ほら、荷物持ってきて、自転車のところで待っててよ。シャワーよ。今は話しかけないで、忙しいんだから。今は話しかけないで、忙しいんだから。美味しいところないじゃない。でしょ？もうすぐできるからさ。
よ。だってさ、兄貴、お昼まともに食べてないんでしょ。ほらほら、早くしないと。せっかく作ったのに冷めちゃうよ。どう？おいしかった？でしょ？でしょ？で、感謝してる？してる？あのね、実は宿題手伝ってほしいんだ。うん、そうなんだけど、部活が始まるまでに終わっておかなきゃまずいんだよね。今のまんまじゃ終わる見込みが全然ないんだ。英語と古典は僕が自分でちゃんとやるから、数学のテキスト一冊仕上げちゃって、一生のお願い。だってわかんないんだもん。そんなこと言われても、そんなこと言わないでさね、お願い。言わないです。やったー、早く早く。何よ、もう。決まってるじゃない、晩ご飯代だよ。もうつまんないこと言ってないで真面目にやってよ。何よ。Thank you.
いきなり何すんのさ。え？何言ってるの？ちょっと悪い冗談はやめてよ。ねえ、兄貴ってば。やだ。やめてよ。やめてよ。やめて。兄貴。兄貴。兄貴の。もう最低。しょうがないな。今回だけは特別に許してあげる。あのね、普通ノックもしないで女の子の部屋に入ってくる？当たり前でしょ？だって、もういいよ。だからちょっと休憩しよう。ね。だって、頭痛くなってきたんだもん。何よ、いきなり。
こんにちは。よかった、見つかって。確かこの辺のペンションだって言ってたでしょ。今日も来てくれるって言ってたけど、待ちきれなくなって探しに来ちゃったの。兄貴、まだ宿題終わってないよ。お邪魔だったかしら。兄貴、そうだね、そうだったね。はいはい、ご勝手に。いいの？彼女怒ってたわよ。たまにはお休みしなきゃね。ママじゃ私の青春台無しじゃない。今日は一日中一緒にいられるよね。でも彼女を一人で置いていくわけにはいかないわよね。本当は二人っきりで誰もいない海岸に行きたいなって思ってたんだけどな。秘密の場所があるのよ。兄貴、浸ってるとこ悪いけど、鼻の下伸びまくってるよ。ビーチなんて最高じゃない？何？聞かれちゃまずかった？でもさ、二人っきりで誰もいないビーチだって。こんな兄貴のどこがいいのかね。今まで何人の女の子に振られてきたことか。
ね。可愛い妹さんを置いていくわけにはいかないわよね。ねえ、どうするの？やだ。こんなところに一人でいてもつまんないよ。お兄さんが一緒にいてくれないと寂しいわよね、やっぱり。え？違うよ。そんなんじゃないよ。やっぱり可愛い妹さんを置いていくわけにはいかないでしょ。何それ、僕は子供じゃないんだぞ。やったー、兄貴、話せる。いいのよ、仕方がないわ。そうよ。なんだ、昨日の浜のすぐ近くじゃない。